言われよ。こんにちは、コウキ TV です。コウちゃんはまだ寝ているので、今回はお父さんが一人で動画を撮ってます。というのが、このメザスタのホームページにはまだ出てないんですが、新しいグッズが発売されるっていうことで、それの紹介をしていきます。まだね、このメザスタのホームページにはこの前動画で出したテレビくん11月12月号ここで止まってますが、せーのドン、ポケモンメザスタタグホルダーセットデラックスのピカチュウバージョン。以前はこっちのこの赤いホルダー、ダークライとリーフィアとグレイシアセットになっているホルダーセットが発売されましたが、このダークライのタッグタグはトレーナータッグバトルでめちゃくちゃ活躍してくれました。で、今回発売されるのがピカチュウバージョンということで、今回もタグが3枚ついてくるみたいです。ピカチュウカラーのタグホルダーセットで自慢のタグを見せつけよう。タグホルダーにタグをセットしてカラビナケースに吊り下げてベルトなどに装着。タグも6枚収納できる。スペシャルタグ3枚とタイプ相性チェッカー付き。これがタイプ相性チェッカーと、これがピカチュウの巨大マックスタグで、あとここ2枚これがついてくるスペシャルタグということで、その2枚はなんとザシアンとザマゼンタ。この画像を見る限り、ザシアンとザマゼンタの、あ、ここにザシアンとザマゼンタって書いてあります。ビジュアルが1枚こうはっきり写ってるものはないんですが、こうやって見る限り D って書いてあるので、これはダブル技タグで、しかも時計値が142だから、ちょっと低めの時計値でもダブル技が使えるっていうタグになります。多分この時計値で使えるのはないんじゃないかな。全部スーパースタータグなので190、200、それぐらいの現状ではポケモンが使える技がダブル技タグになってます。こんな感じでズボンに差し込んだりしてセット、そしてタグをこうやってぶら下げて持つことができるっていうものになります。あとここにも2枚入るようになってます。ザシアンとザマゼンタのダブルアザタグをまだ持ってないよっていう人にはとてもおすすめかなと思います。で、発売が、11月22日ということで、まだあと1ヶ月以上あるんですが、コウキ TV はもう予約しました。それともう一つ新しい商品があります。せーのドン、もう見てわかると思うんですが、メザスタトランクのマスタークリアバージョン。この上にマスターボールのシールが貼ってあります。タグを最大96枚とメモリータグ1枚を収納することができる大容量トランクに、マスターボールをイメージした新色が登場。大切なタグの持ち歩きや保管に最適です。中央のトレイを外すと、今回も別売りのポケモンダイマックスバンド、ダイマックスバンドプラスを収納可能です。トランクを開いてこんな感じにタグを収納できるのと、真ん中ここに黒いケースがあるんですけど、それを外せばすっぽりとダイマックスバンドをセットすることもできる。ここにはメモリータグも収納ができますよっていうものになってます。全部出すとこんな感じ。これまではこのモンスターボール柄とピカチュウ柄が出てたので、今回のマスターボール柄で3色目ということになります。こちらのメザスタトランクも11月22日に発売予定なので、さっきのタグホルダーセットデラックスと発売日は一緒になってます。いつもコウキ TV では Amazon のタカラトミーアーツストアで買うことが多いんですが、そのリンクも載せておきますので、もしよかったら予約してみてください。結構いつもすぐタカラトミーモールとかでも、あとはヨドバシで予約する人も結構いるのかな、すぐ在庫なしになってしまうので、この商品興味があるよっていう人はなるべく早めに予約することをおすすめします。ポケモンメザスタの方は新しいバトルの情報などが追加されてます。この辺はまたこうちゃんと撮影しようと思いますので、その情報もお楽しみに。それじゃあ
バイバイ。チャンネル登録はここです。他のおすすめ動画もここに載せておきます。コウキ TV をまた見てね。バイバイ。イエー。